中に入る。いいこれ言えいい。刚才本来跟那边拍的好好的。那个，在那个什么。これを着ない。我现在给他发过去。啊？这すごいね。这个叫啥？好，慢点。你们是设计的，吴老师照片做的。啊，是啊。すごいね。すごすぎる。他刚才人家那个送来的和作者，我是因为要给那个伊万提先生要开，你看，然后呢，你看我儿子在这拍，他就一直在这拍。你说你躲开一点，你看怎么着都会有，你知道吧？你看，就对，再也拍不了了，这样。啊，那么一记的。他刚刚在摸一个，按住。我给你们清唱的，慢慢来吧。来讲。来讲。すごいすごい、ありがとうございます。すごいで、嗯。那个什么，给我们再拍一个，给他们专门送来的。これ入らないよ、チクチク入らないよ。自分撮る人は中に入れないようにして。反射してるから。ごめんなさい。我觉得特别让我感到更主动，而且呢，他们在舞蹈的过程当中呢，他们享受那份舞蹈的快乐，我觉得特别美好。希望明天还能看到他们热情的表演，为他们加油。谢谢。好。因为时间差不多，我就说真的，那个嘛，王海门口有那个龙祖的花和那个那个冯丽的花，冯总的花，拍了吗？没拍呢，我现在去拍一下啊。哎，那个和那个 poster 都拍了，我录像了啊。完了，没有用这个。那现在是这个现在是自动表演，这个叫超解像度制，所以呢，不影响这个画质。这个情况下可以点。啊，对，就是可以点。但是用它的话，是点不了。
啊，我对这音响设备很感兴趣，拍一拍，看一看。他们拿来了。啊，收购卡可以哎呀，吴老师，吴老师，您好，您好。因为萝卜上，你干嘛客人身上那个，凯凯，哎，你把这个给，你今天不是到台上来，我屏保台上去，没问题，没问题，哎，先去上，把这钱先出来，先去，好了没？哎，我可以报了吧？可以报了，可以报了，快点下吧。那个姐。姐，我放这儿了，你看着吗？谢谢谢谢。我给我儿子拿一个。行。快点，我帮你。快快快快。这是啥？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 这是
我们的演出即将开始，请您就坐，稍后片刻，谢谢您。大家。先生、吴先生がちょっと忙しいかもしれないね、うん、チャンスを探します。对不起、替了你了吧。また両国民が追い求める平和と愛の共通の願いを示してくれます。今宵私たちは若者たちの芸術パフォーマンスの成功や日中両国民の間に築かれた深く持続的な友情を祝すことはもちろんのこと、この今年は何より中華人民共和国の建国75周年の、節目の年でございます。この特別な時に中国建国75周年をこの芸術の祭典でございます博愛聖典の演目を通してお祝いできることを心より光栄に思っております。また今回の活動に入力してくださった全ての参加者ご関係者の皆様に心からの敬意を表し最も熱い拍手を送りたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか。今天我们非常荣幸地邀请到了一位
在中日友好历程中发挥了重要作用的贵宾，他长期以来致力于推动两国之间的理解与友好，让我们以热烈的掌声欢迎日本前首相鸠山由纪夫阁下为我们登台致辞。本日会場には日中友好の歩みにおいて重要な役割が果たしてこられました。尊敬すべきご来賓の皆様をお迎えしております。長年にわたり両国間の相互理解と友好に尽力されてきた皆様です。まずは元内閣総理大臣鳩山由紀夫様にご挨拶をいただきたく存じます。会場の皆さん、どうぞ盛大な拍手を持ってお出迎えください。いろいろと世界では戦争が起きております。こういう時だからこそ友愛博愛の精神で皆さん世界を平和に導いていこうではありませんか。その大きな夢を実現するための今日は楽しい夕べろと心から感謝を申し上げ、私からの皆様方へのおめでとうございます。その思いでございます。今日は誠におめでとうございます。好，感谢鸠山由纪夫阁下的精彩致辞，请我们再一次以热烈的掌声使馆公使杜科伟先生为我们致辞，并代读中华人民共和国驻日本国特命全权大使吴江浩阁下为博爱盛典发来的贺信。中
続きまして、中華人民共和国駐日本国大使館教育所コース3時間の東海様よりご祝辞と、ご高校特命全権大使館からの本校に対するメッセージの代読をお願いいたします。尊敬的鸠山由纪夫阁下，尊敬的各位来宾，各位朋友，各位老师，特别是我们青少年朋友们，还有我们媒体朋友们，大家晚上好。红包吗？非常高兴啊，受邀参加首届国际博爱中日青少年艺术节及中日青少年博爱杯舞蹈大会。首先呢，我想对大会的成功举办表示热烈的祝贺，对大会的组织者及相关方为这次活动举办所付出的辛劳表示衷心的感谢。我想在这里特别感谢鸠山由纪夫先生，感谢吴汝俊先生啊，以及他的团队为这次活动的举办所做的大量工作。同时呢，也向这个来自中日两国的青少年朋友们表示最热烈的欢迎。那么使馆呢，中国驻日本大使馆对这次活动高度重视。吴江浩大使专门发来贺信，下面呢我就代读一下吴江浩大使的贺信。新闻首届国际博爱中日青少年艺术节及中日青少年博爱杯舞蹈大会在东京举办，我仅代表中国驻日本大使馆表示衷心祝贺。中日两国隔海相望，交流历史悠久，既是搬不走的邻居，更是重要的合作伙伴。中日青少年承载着两国友好的希望，青少年交流对于推动两国关系行稳致远意义重大。吴汝俊先生长期致力于中国传统文化的在日推广工作，为中日民间友好交流做出了积极贡献。期待此次青少年艺术节为观众们带来高质量、高水准的艺术盛宴，也相信此次活动有助于促进中日两国人民的相互了解和友好情谊。预祝本届艺术节取得圆满成功。中华人民共和国驻日本国特命全权大使吴江浩，2024年8月即日，谢谢大家。好，再一次感谢使馆领导对我们本次活动的关切，谢谢您。改めまして、今回のイベントに際します大使館から温かいご支援をいただきますことをこの場面で熱くお願い申し上げます。正如使馆代表所言，青少年的成长与交流是中日友好关系的重要桥梁，期待我们的下一代承接这份中日友好的重要使命。先ほどのスピーチにもありましたが、青少年の成長と交流は日中友好関係の重要な架け橋であり、次世代がその使命を果たし姿を我々が一緒に見ていけることを期待しております。接下来有请本次大赛的评委会主席、历任北京舞蹈学院芭蕾舞系系主任孟广成老师登台致辞，有请孟老师。続きまして、中国ナンバーワンの舞踊大学でございます北京舞踊学院バレエ学科の元主任で本ダンス大会の審査委員会委員長の
務めております毛光蔵先生からご祝辞をいただきたく存じます。なお毛先生から日本語の原稿をいただきますので、私その場で通訳の方させていただきます。チェン。尊敬的鸠山由纪夫前首相夫妇，尊敬的杜科韦公使，各位亲爱的朋友们，大家晚上好。尊敬する元内閣総理大臣鳩山明郷様、ご夫妻、尊敬する東海公使参事官、そして親愛なる皆様、こんばんは。作为一名中国芭蕾舞教师，我深感教育和文化艺术在促进中日两国友好交流中所起的重要作用。至此，首届国际博爱中日青少年艺术节及中日青少年博爱杯舞蹈大会举办之际，向大会致以最诚挚的问候与祝贺。私は中国のバレエ教師として、教育と文化芸術が日中文化交流の促進において果たす重要な役割を深く実感の方をしております。この第1回国際博愛日中青少年芸術祭及び日中青少年博愛杯ダンス大会の開催にあたり、心より誠実なご挨拶とお祝いの言葉を申し上げさせていただきます。本次青少年艺术节是中日两国青少年通过艺术交流增进友谊的重要平台。看到这些年轻的面孔，我仿佛回到了当年与松山芭蕾舞团合作的日子。この希望、今回の青少年芸術祭は日中両国の若者たちが芸術を通して友情を深めるための重要なプラットフォームでございます。若い顔ぶれを見ると、かつて松山バレエ団との協力の日々が思い出されます。在这个充满希望的舞台上，我尤其要提到我的多年好友和艺术合作伙伴吴汝俊先生。他不仅是一位杰出的音乐表演艺术家，更是一位在中国传统文化领域中具有深厚造诣的领军人物。この希望に満ちた舞台において、特に私が言及したいのは、長年の友人であり芸術のパートナーでございますウルチン先生です。彼は卓越した衝撃の表現者であるだけではなく、中国伝統文化の分野において深い造形を持つリーダー的な存在でございます。他通过京剧这一中国传统艺术形式，将中国文化的精髓与当代艺术融合，创造出了一系列令人难以忘怀的作品。这次由桃山招子博爱基金会主办的艺术节，更是体现了他对中日文化交流与传承的深切关怀。ウルチン先生は衝撃という中国の伝統芸術を通して、中国の文化のエッセンスと現代芸術を見事に融合させ、数多くの忘れがたい作品を作り上げてまいりました。今回、佐山秋子博愛基金が主催するこの芸術祭は、彼が日中文化交流と伝統の継承に対して抱く深い思いを体現しています。我坚信教育和艺术的力量能够超越国界，超越语言，为不同国家和文化背景的青少年搭建起心灵沟通的桥梁，让他们成为肩负起中日友好交流使命的栋梁。私は教育と芸術の力が国境や言語を超え、異なる国や文化背景を持つ青少年たちの心の架け橋となり、彼らがやがて日中友好交流の使命を担う存在になると信じています。最后，我要衷心感谢组委会及所有参与者为本次艺术节的顺利举办所付出的努力。愿此次艺术节成为中日青少年友好交流的新起点。愿我们的下一代通过艺术互学互鉴，为中日关系的长久发展注入新的活力。
最後に今回の芸術祭の成功に向けて尽力されました実行委員会及び全ての参加者の皆様に心から感謝の意を表します。この芸術祭が日中青少年の友好交流の新たな出発点となり次世代が芸術を通してお互いに学び合い日中関係の長期的な発展に新たな活力をもたらすことを願っております。祝愿本次艺术节取得圆满成功，谢谢大家，ありがとうございます。本芸術祭のご成功これでお願いを申し上げて私のご挨拶を返させていただきます。ありがとうございました。好，各位亲爱的观众朋友们，孟广成老师以81岁的高龄，为了本次盛典，特意从北京乘飞机来到东京，主持我们的评委工作。请我全场的各位观众和嘉宾们，再一次送给他这份为中日友好所付出的贡献，来给他一些掌声，好吗？谢谢。先ほどご挨拶いただきました孟先生はなんと御年81歳を迎えられます。今回のこのダンス大会の審査委員長を務めるためにわざわざ北京の方から日本に来てくださいました。改めて孟先生に温かい拍手を送りたいと思います。本当に今回はわざわざありがとうございます。好感謝孟老。这次艺术节不仅展示了青少年的才华，也让我们看到了他们付出的汗水和努力。今晚的每一个奖项都是对选手们辛勤付出的肯定与嘉奖。接下来是大家期待已久的颁奖环节。今回の芸術祭では日中青少年たちの芸術的な才能が発揮されただけではなく、彼らが相互理解と友情を深めるだけで払った努力を感じることもできました。そしてこれから皆様お待ちかねの授与式が始まります。好、接下来让我们有请本次的颁奖嘉宾登台。他们是我们的评委老师和今天到场的部分嘉宾，为这次比赛中表现卓越的获奖者们颁发奖杯，让我们一起用掌声欢迎他们。ではこちらの授賞式を始める前に、まず審査員の先生方、そして来賓の皆様、舞台の方にご登壇いただければというふうに思っております。历任北京舞蹈学院芭蕾舞系系主任孟广成老师再次有请登台。まず審査員の皆様からご紹介させていただきます。北京舞踊学院、バレエ学科元主任で今回の審査委員会委員長を務めております孟広城先生。著名舞蹈家、北京舞蹈学院教育学院舞蹈教研室主任于雪于小雪老师。北京舞蹈学院教育学院舞蹈教育研究室主任于小雪先生。广州芭蕾舞团团长邹刚老师。广州芭蕾舞团团长邹刚先生。北京当代芭蕾舞团团长，享有国际声誉的现代舞蹈编导王媛媛老师。北京当代芭蕾舞团主代作家王媛媛様。北京舞蹈学院教师、中国舞蹈家邵俊廷老师。北京舞蹈学院講師、ダンサーの邵俊廷先生。全日本华侨华人艺术联合会舞蹈家协会会长桃山昭子基金会理事孟佳老师。全日本華僑家人芸術連合会舞踊協会会長須山基金会理事孟佳様。东京城市芭蕾舞团独舞演员冈博美老师。東京市バレエ団ソリスト岡清美様。
东京城市芭蕾舞团首席清水爱慧老师。東京市芭蕾団グリチンパル清水まなえ様。原东京城市芭蕾舞团演员，著名舞蹈教育家李悦老师。続きまして、元東京市芭蕾団のダンサー、教育家の李悦先生。掌声有请李悦老师登台。好，大哥。好，接下来是嘉宾颁奖代表，日中协会赖野清水理事长，有请。では続きまして、本日のご来賓の中から日中協会理事長瀬戸清美様、前の方にお越しください。日本众议院议员岩木信子先生、どうぞ。岩木先生は今公務で向かわれているそうなので、今しばらくお待ちいただければと思います。では続きまして、認定医療法人東京都日本中国友好協会副会長の中田先生様、前の方にお越しください。好、有请永田哲二理事、有请。请我们的礼仪小姐把获奖名单呈上来，有请礼仪小姐。では審査結果を書いた紙の方がこちらにございますので、スタッフの皆様はそちらの紙の方を持ってきてください。ありがとうございます。现在我手里的是一份沉甸甸的获奖名单。我们今天先从银奖开始颁发，我来看一下有几位选手获得了本次大赛的银奖。では今回の表彰ですが、まず銀賞から始めさせていただきます。こちらの方で結果がね載ってますので、皆さん期待してお待ちください。はい、今井上さんと一緒に見ましょう。全部で有九个团队和个人获得了本次的银奖，请掌声祝贺他们。今回は、9個のチームと個人、今回の試合がですね、個人で出てる方、チームで出てる方がいらっしゃいますので、合わせて合計9つの受賞が、行われます。好、銀奖的名单由我来宣读，请各位获奖的团队和个人登台受奖。ではこれからお名前を呼びさせていただきますので、前を呼ばれた方に関しては前の方にお越しください。銀奖、江林希获奖作品《烟雨行舟》。まず一つ目は高さんですね。はい、高綾希様、はい、前の方にお越しください。银奖、石宛城获奖作品《醉清波》。続きまして智恩典様、前の方にお越しください。银奖获得者万萌获奖作品《寂静的草原》。続きましてマンモンさん、前の方にお越しください。銀奖获得者石本佳倩作品《帕米尔少女》。続きましては石本さん、前の方にお越しください。銀奖获得团队喜雨。続きましてはこれチームですね、喜雨といって喜ぶ雨と書いたチーム名でございます。前の方にお越しください。好，接下来是三人组合获奖作品《快乐无边》，获奖者瑶瑶、龙千惠、郑博文，有请。次は三人グループですね。はい、楊さん、劉さん、そして T さん、前の方にお越しください。接下来是ミヤちゃん，获奖作品《锦瑟》。はい、続きましてはミヤちゃんさん、はい、前の方にお越しください。接下来是一位日本获奖者空谷由美子さん，作品《观音》。
続きまして日本中の方、小口優子さんの「寒陰」という演目でございます。おめでとうございます。はい、お越しください。好、最後一位获奖者徐昕、获奖作品「寒陰疏影」。はい、最後に受賞されましたのはジョさんですね。ジョキンさん、前の方にお越しください。好、接下来有请我们各位颁奖嘉宾为我们所有的获奖者颁奖，请我们获奖的各位小演员向后转，面向我们的颁奖老师。では後ろに賞状を持った、ご来賓ゲストの方がいますので、後ろを振り向いて賞状の方をもらっていただければと思います。写真を撮ってもらおうと思いますので、カメラマンの方、皆さん写真撮りたい方いらっしゃいましたら、真ん中の方を見てください。皆様センターの方を見ていただければと思います。はい、ではスタッフの皆さん、金賞を受賞するトロフィーと賞状の方を持ってきてください。好、接下来我们金奖的颁奖者要追加三位。好、有请中华人民共和国驻日本国大使馆公使杜科伟先生登台颁金奖，有请。そして今回最も名誉のある金賞の発表でございますので、お渡ししていただきます。ゲストの方は追加させていただきたいと思います。まずはじめに中華人民共和国駐日本国大使館、コース参事官東海様、前の方にお越しください。好、接下来有请日中友好会馆中方代表黄新元先生登台颁奖。続きまして小池大臣方で日中友好会館中国代表理事代表の、コース元様、前の方にお越しください。好、接下来有请全日本华侨华人社团联合会何德伦会长登台颁奖。続きまして日本華僑家電社団連合会会長のファン・ホブロン様、前の方にお越しください。賞状をもらった方は、奥の方に詰めていっていただきます。ぜひとも
いただいたトロフィーと賞状をお客さんの方に見せてあげてください。俗话说台上一分钟台下十年功，能得到金奖的演员们，相信你们在台下用汗水证明了你们今天的成就，再次用热烈的掌声恭喜我们所有的金奖获得者。ステージ上での1分間はステージの裏での10年くらいの努力に相当すると言われております。金賞を取得したダンサーの皆さんは本当に裏で流した汗が今日の成果につながったと思います。改めて拍手で、この今回視聴者皆様に、おめでとうの気持ちを伝えたいと思います。好、感謝以上各位、请我们的获奖者和颁奖老师回到侧舞条休息。はい、ではありがとうございました。ではこちら受賞された、皆様、そして、来賓の皆様も一度お席の方にお戻りいただければと思います。私たち日中青少年ダンサーたちの素晴らしいパフォーマンスを目撃するだけではなく、日中友好と青少年交流を推進する中で特別な貢献をした人々を表彰するために、我々はここに集っております。これから表彰します博愛賞は無私の奉仕を行う者たちへの高い敬意を示した賞となっております。接下来我们将颁发本届博爱大奖，首先有请颁奖嘉宾登台为获奖者颁奖。それではこれから博愛大賞の授賞式に移りたいと思います。有请鸠山由纪夫前首相阁下登台。では今からお名前をお呼びする来賓の方は前の方までお越しください。まずはじめ片目息を感化。そして三幸夫人お願いいたします。有请鸠山由纪夫前首相阁下夫人鸠山信夫人登台。有请艺术大师，有请艺术大师桃山昭子博爱基金会会长吴汝俊先生一同登台。そして一緒に上がっていただきますのは、皆さんご存知のウルチーさんでございます。ウルチーさんも一緒に舞台の方にお上がりください。好，感谢我们的在野清水理事长，被中日
康の促進に尽力されてくださったことをここに称したいと思います。本当にいつもありがとうございます。好、接下来有请第二位获奖者东京都。接下来我们再追加一位颁奖者，中华人民共和国驻日本国大使馆公使杜科伟公使，请您再次登台，为我们最后的博爱大奖颁奖。はい、ここでプレゼンターの方を追加させていただきます。好、感谢杜公使再次登台。はい、中華人民局駐日本国大使館公使館次官の東海様でございます。協会副会長永田哲二先生、有請。続きまして、民生の病法人東京都日本中国友好協会副会長永田哲二様。好、请李怡小姐拿上我们的奖杯和奖状。中国代表、高政元様、前の方にお越しください。好、请李怡小姐拿出我们的奖杯和奖状交给我们的大使和我们交给我们的公使和好多山先生。続きまして、全日本華僑家庭社団連合会会長の菅徳郎様、前の方にお越しください。好、感謝何会長為中日友好做出的傑出貢獻。好，再次热烈的掌声恭喜我们罗主任，好吗？对，罗主任呢是中国文化中心的主任馆长，他为中日友好做出了巨大的贡献，举办了各种各样的中日文化友好活动，再一次送给他热烈的掌声。中国文化センターの先端としてずっと日中の文化イベントを開催してくださってます。皆さん改めて拍手を送りたいと思います。好、接下来有请中国国际航空公司日韩支社社長冯立先生登台授奖、有请。続きまして中国国際空港公使日韓支社長の冯立様、前の方にお越しください。
下来有请著名舞蹈家于小雪教授登台授奖。続きましては、同じく北京舞踊学院の、教育学院の、ユン・ウン・ショウセ様、前の方にお越しください。好，我们的各位舞蹈老师、各位大师、各位教授，为我们本次活动特意组团从北京飞到日本，我们再一次以热烈的掌声感谢他们对中日友好、对青年文化做出的贡献。好，接下来有请广州芭蕾舞团邹刚团长登台授奖。続きまして、杭州バレエ団団長の邹刚様、前の方にお越しください。ございます。好，祝福画，我
来稍微介绍一下，是我们这位年轻的布艺美术家用50000颗篦子日以日夜兼程赶制出来的。我们画像上的这幅照片是我们吴汝钧老师本次的这幅画要赠送给我们中国大使馆。好，请我们的大使馆领导，好，请吴汝钧老师代收。好，有请。今回の絵はビーズで作られているそうですが、5万個のビーズを使ってこちらの作品を作られたそうです。こちらの作品は記念してウルチュン様の方にお送りさせていただくとのことでございます。
得者风景西美，通过优美的舞姿，将中国古典舞的魅力展现给大家，请欣赏《南风》。松井ケミさんは優美な踊りを通して中国舞踊の魅力を会場にお届けします。南風をお楽しみください。
啊，孩子们的演出真的是非常的精彩，我们真的想把各位选手和各位演员的节目呈现给大家，实在是时间的关系，只能给各位展现三个团队。好，接下来我们请著名京剧艺术大师、中日友好民间交流的使者吴汝俊先生，用他的金嗓子和美妙动人的琴声为我们的祖国喝彩。はい、先ほど子供たちのパフォーマンスを見て非常に良かったかなと思いますが、先ほど申し上げた通り時間の関係で今回3つのパフォーマンスをさせていただきますが、また別の機会に一緒にこの子たちのパフォーマンスを見れることを期待しております。さて続きましては皆さんお待ちかねの、攻撃芸術の巨匠であり日中両国民間交流の主者でもございますウルチーさんのパフォーマンスでございます。好，今天吴老师给我们带来的第一首曲子是《踏祥云·玉和风·姐妹相见》，让我们用热烈的掌声有请吴汝俊老师。それでは最も熱い拍手でウルチーさんをお迎えしましょう。ウルチーさんどうぞ前の方にお越しください。好，有请吴老师。あ、ウルチーさんが出てきてまいりました。好，有请吴老师登台。看来我们坐在第一排的观众真的是有福气了，吴老师跟您亲自握手。皆さん次からはぜひとも一列目に座って劇を見ていただけるウルチーさんと握手ができます。对，井上说的很对啊，下一次明年再有活动的时候，你们一定要抢第一排的座位。指定席に売ってるかもしれません。Thank you.
军老师用女声演唱京剧，演唱的都是旦角，但是今天在现场第一次听到武军老师用男声演唱京剧，也是带着一股阳刚之气。ウルジン先生の歌声なんですけれども、先ほども聞いてお分かりの通り、女性の声、非常に甲高い声で発声することもあれば、男性の声も発することができて、本当に今日は2つのウルジンさんのパフォーマンスを見ることができて、非常に良い機会かなというふうに思っております。好，吴汝俊老师呢是一位在中日两国广受尊敬的艺术家，他在京剧艺术的传承与创新方面做出了卓越的贡献，更是一位致力于推动中日文化交流的使者。长期以来，他的艺术作品架起了中日文化之间的桥梁。皆さんご存知の通り、ウルジン先生は日中両国に広く尊敬されている芸術家でございます。彼は京劇の芸術伝承と革新において卓越した貢献をしています。また日本と中国の文化交流を推進する使者としても活動の方をされております。吴汝俊老师啊，除了是京剧表演艺术家之外，还是京胡表演艺术家、京胡演奏家。好，我想问一下井上，你知道京胡是什么吗？ウルジン先生は京劇の芸術家だけではなく、京胡という楽器のですね、演奏家でもございます。では今先ほどですね、小さに説明質問されたのが、京胡って何の楽器かご存知ですかと。皆さん知ってますか、京胡。僕も二胡ってあるじゃないですか。なので同じ胡だから二胡の一種かなと思っているんですが、どうなんですかね。はい、言う通り二胡の一種なんですけど。中文回答。啊，好，我来讲中文。对，京胡呢是二胡的一种，但是它有不同的地方，是在京剧演奏的时候专门用的一种胡琴，所以叫京胡。还有一种说法是它是北京，也就是京地京剧的和我们老祖宗的京，我们京城的胡琴，所以叫京胡。で、この京劇、じゃあ申し訳ません、京胡ですね、京胡の由来なんですけど、2つの説があるというふうに説明してくださいました。一つは京劇の中で出てくる楽器だから京胡、二胡の一種なんですけれども京胡という名前がついている。もう一つの説が北京で生まれた楽器だから京胡。皆さんどちらが本当だと思いますか。両方。両方。ちょっと後で答え、ロビーで待ってるんで答えを教えていただければと思います。好，在2001年，爱回公司出版发行的京胡 CD， 我们的吴汝俊老师的京胡被卖出去了500万张，广受日本各位观众的喜爱，并且在2022年日本的西地金牌奖中荣获金奖。ちなみにリュウジンさんは2001年にですね、 ABEX から CD デビューをされましたが、その際日本に初めて京胡を持ってきたというふうに先ほど伺いました。また2002年には日本のゴールドディスク大賞も受賞しております。この胡なんですが、私が聞きたいのはですね、 CD500 万枚売り上げたそうなんですが、印税いくらぐらいなのかなっていうのがちょっと気になるところではございますが、这个我也很想知道。想知道的，我们今天可以在谢幕的时候问问吴老师。ということで、そろそろリュウジンさんの準備ができたかなっていうところで、大丈夫そうですかね。はい。好，接下来有请吴老师带给我们京胡演奏《北京之春》。では、続いてリュウジンさんに披露していただき、北京の春です。皆様どうぞお楽しみください。有请。